ずはこうして、次の動きはこうかな。うんうん。そのお前のため簡単に言うと、写真ポーズを取るとは、なるほど。よくかん、どうすればいいのでしょうか。こうでしょうか。はい、いい角度を決め、少々お待ちを。つまり私ではない。これはオイラの回答能力を超える質。そうだ、もちろんです。じゃあ今の、それを言うなら私、なんだか私は、例えばそういうこと、ええ、永遠を追い求める私でさえも存在の形が変わり続け、そうであれば今回あなた、はあ、もしですが、決してメガリレー私はどうやらは今回のカマジ様、お一平みたい、天領奉行、そうみたいだ。一平、何かあったのか。あなたたちでしたか。僕はって、将軍様、九条釜爺坊ちゃんに会いにいらしたのでしょうか。申し訳ございません。釜爺様はまだお帰りになっていません。もしよければ私めが代わりにことづかりましょうか。そうかしこまらず。ここへ来たのは用件があったからではなく、あなたの慌てた声が聞こえたからです。はい、釜爺様は、ですが九条か、はい、申し訳ございません。当主は病を、天領奉行が、申し訳ございません。九条家の名誉ですので、だったら、ああ、いえ、場所はな、高塚さん、はい、そうなんです。城内をくまなく探したんです。そうですね、僕も、いえ、僕は、直接出向いて、私の身分で、それに元はといえば、ありがとうございます。では、その、一般的には山奥にこのような建物を建てる理由はないは、この地にぞ、用心して進む。今回は大物が釣れたよ。何か見えた。道を阻むものは全て切り捨てましょう。
ダメだ、大物が釣れたよ。信頼感度、頑張るよ。それ奪って、ここまで。ここより弱滅の時、ここまで。ヒュッ、見切りました。これが運命です。これでどうだ。水中玄関ハッピー。やっはっ、やはりダメだった。命を捨てに来たか。ふっ、痛い、飛んでけ。裁きの雷鎚、稲光、すなわち永遠なり。逃げ道はありません。行くよ、生命。ギャッフー、よっ、動かないでね。運命よ、ここにいるよ。はっ、やはり、ダメだぜ。はっ、やはり、ダメだった。裁きの雷鎚、ヒュッ。将軍様、将軍様が今の状況、私たちはただそのためだけ。それは黙りなさい。九条家の子息、はい、罪を認め、はい、事実を、確かに捏造では、しかし何を言う、貴様、事実を述べたまで判断は将軍様が下してくれるでしょう。高塚家はそうでなければ。何を言ってる。状況は概ね、この赤蔵のざれ言に耳を傾けないでください。将軍様も知っての通り、九条家は以前大きな、あなたたちの論、それはそうであれば、あ、初代天領奉行は己が手に握った刀を用いて彼の意志を私に洗って、そんな、まさか私のため、そうですか。ではあなた、私の前に、僕に挑戦さ、九条家の子息、いえ、賞賛があるとは思っていません。メガリレーを、しかし今の九条家の少々ざ、はい、しかし将軍様の手は
これが僕にの明らかに。しかし九条家の誇りは優に始まり、宙を掲げ生死を超える。あなたの刀がその重みに耐えられますか？ご指導のほどお願いします。これが永遠の中にある変数ですか。しかしその誇りまだその地に残っていたようですね。九条鎌治は傷を負い挑戦する勇気、はあ、返す言葉も今の九条家では対局。しかしこの決闘を経てこれから高塚家は以前と同じように九条家に助力していってください。将軍様の仰せのままに忠誠。もしあなたたちがまだファディのやり方に従い誤った情報で私に間違った判断をさせようと考えていた、私は今日と同じように再び出向くでしょう。その時は私の刀に容赦はないことを肝に銘じておきなさい。はっ、感謝。もう結構です。その他の調査は奥詰衆に任せます。あなたたちは私と共に来てください。
魔物が…そうですか。彼は九条家に…彼はそんな巨大な変化…これは…これからの…それはやはり…しかし将軍はこれからの日々…それはやはり将軍に任せるでしょう。もっとも将軍には…ですが、まとまった考えについては…確かに…この…そうだな。もし外を回るのが気に入ったのなら、またお前を誘いに来るよ。いいえ、結構です。それに私に付き…では静養はまだしばらく続きますが、あまり長くはならないでしょう。あまり重要でないことはあなたたち人間に任せるとします。おう、じゃあいろいろ予想外のこともたくさん起きた。あとは通行証を巫女に返す。この目で見られなかったのがいいんじゃ。じゃが何じら、それが一番。おう、ま、よく言えば神の日とにかく今度また。おえ、あやつは。じゃが何。星と深夜、無事今日の。明日深夜、実はつい旅人が…では早速ではありますが、はい、獣域派。はい、そうです。信用が稲妻にとって良かったです。このこと。はい、そのためまた本件に対し。お、ありがとうございます。では安心しろ。まさかまた信用に関する事件。それに神王は花散る里さんがずっと守りたかったものだ。それをあの悪い犬たちがめちゃくちゃにしようとしてるなんて絶対に許せないな。頑張るよ。それ。
チでしたか。そういえば、その口調、一撃でやっつけるなんて。とある用事、以前あなたと一緒にいな、それ以来。そうだよな。念のため言っておきますが、これは決して娯楽目的ではありません。ここ最近、これについて私は十分に注意を払うべき一件だと考えました。もし、はい、しかし過去に、そう、500年前、稲妻で起きた大きな災厄。大地は漆黒、魔物は稲妻の地。この魔物の責務は鋭利な牙と爪で。どうやらあなたも聞いたことがあるようですね。あれは、しかし、まあ、わかるような、よくわからないような。あなたたちも同じ事情で来たのですから、一緒に行動しましょう。付近にあった痕跡から見て、まだこの辺りには魔物。エイと一緒に行動。そうだ、この色、神王が傷ついた時の色に似てるぞ。こっちの方向だ、早く行ってみよう。しまっておこう。幸い被害はそれほど。あの流れてるのって神王の樹液か。あれ、でも二人とも辺りを確認してみましょう。俺はこ、おい、お前たち早く逃げろ。俺たちは稲妻を守り。何、知らないのか。稲妻はもう暗き闇に覆われてしまったんだ。辺りには猛獣があふれかえっている。それだけじゃない、もっと凶悪な魔物もいるようだ。奴らには感情がなく、ただ全てを飲み込もうとしている。俺たち人間が存在した。でもまだその時、今は俺たちが後と。慌てることはありません、私はここにいますよ。お帰りに。お願いします、どうか我々、あなた様の無事。落ち着いてください、もうあの戦争は終わっています。終わった。辺りをよく見ればわかります。草木は生い茂り、風も魔物もおらず、命を脅かす者も。確かに、しかしつい先ほど。おい、落ち着けて。もああ、そうか、将軍様を。ありがとうございます、将軍様、本当にありがとうございます。もう消えてしまった。オイラ、何が起きたのかよくわからなかったけど、でもなんだかすごく悲しくて絶望的な状況だったみたいだ。私の考えが正しければ、先ほどの一幕はとある物資がこの地に残した記憶でしょう。
神王は血脈から汚れを吸い取って、もし集まった浄化された汚れはすぐにさ、つまりその通り。あの兵士も数多くの犠牲者の一人であり、彼が言って、はい、稲妻の災いは、ただ誰も口にはしませんでしたが、はい、私は、しかしそれでも、えい、はい、失ったものがたとえしかし人間以前前進すること、先ほどの兵士、あの時代の犠牲者が命を賭してでも追い、稲妻の神、かつてあなたたちの努力、エイの表情がすごく真剣だ。行きましょう。獣疫ハウンドがいたぞ。私に任せてください。弱滅の時、しやっせっせっ見切りました。たってて逃げ道はありません。なんかおかしくないか？どうしてそのよ、普段ならもっと手際よく、心配はいり、事前に、あ、ですから最善の準備をしておかなければならない。おお、この木の根は深い傷を負っているみたいだ。あれ、また光り出したぞ。あなたは古山？ん？将軍様、遠方の戦場へとお出向きになられたのでは？どうしてまたお帰りに？遠方の戦場？私から食、古山は、そんな恐れ多い。これはただ将軍様にずっと付き従って得得した特技に過ぎませんよ。ところで、客人をお連れのようですが、このような状況ではおそらく皆さんにまともなお茶をお出しすることはできません。それでもよろしければ、こちらに座ってしばらくおやす、何せな、なあ、おいらたち、そうですか、付近の将軍、それにもしこれが逃げるのを、しかしは将軍様がその話を聞いている、いつも言っていましたよ。それって、私はすでに、それもあと少しすれば、しかし災難が過ぎれば神聖が来たるもの。おや、将軍様がいらっしゃったというのにお茶すら用意できていないとは。少々お待ちを。今、もしや他の者がここ？確かに、やはりありませんか。いえいえ、問題ありません。将軍、この場所は私たちに、最後の後悔と言いますか、最後の幸運と言いますか、まったく。どこに行けば茶道具が見つかるんだろうな。お茶は飲めなくてもいいけど、あの優しい、私も彼の入れたお茶が恋しくなってきました。旅人さん、それと将軍様、シャブ業にある茶道具を貸していただけ、はい、将軍様、あ、いえ、はい、将軍様直々にいらっしゃったのです。最善を尽くさせていただきます。今すぐ手配してまいりますのでお待ちください。
せっかく話をする機会ができたのです。私に聞きたいことが。そうそう、私がお茶を飲む機会はあまりなく、空いた時間はいつも武道の鍛錬に費やしていました。ですのでほとんどの時間、彼は前任の雷神、つまり私の姉である雷電誠のためにお茶を入れていたのです。もしかすると彼は二人の将軍に気づいていたかもしれませんが、ただずっと先ほど誠とエイの考え方ってすごく違うんだな。はい、それこそが私たちの間にある一番を、彼女が俗世で最も似た点もあり、あなたが一心浄土に入ってきた時、願いを象徴する無数の星々が彼方の空で光り輝く。今思えばそんなことが、誠は願いが差し、誠が気にかけ、ね、わかりやすく言うと誠はあの時の私、しかしそれ、はい、けれどようやくわかったのです。誠、今のエイなら誠を理解できるのか。私の過去、今の私はもう失ったも。将軍様、茶道具を見つけてまいりました。へえ、将軍様。二人とも戻りましょう。そこで何か起きたみたい。一目見るだけなら大丈夫だよね。尋ねるために仙人を探してるって人がいるの？仙人はどこにでもいるじゃない。自分で、私たちが以前見た記憶と、じゃあそれに最後脈の中でも、せっかく私は幾度となく古山がお茶をできました、お茶を入れている時、なんだあなたの言う通りですね。そして先ほどシャブ行でお二人に話したのはどれも500年前の彼女も、はい、私とは異なり、しかしそうです、時すでに遅し、彼女はすでに意識を失っており、そこでどうして先に寒涙や、私はそこで、そうだ、驚くことに
いな、あなたと同じ、誰も疑う。結局私は神王の力を借り、なんだか、ええ、もともとこの過去ですが、苦味のあるお茶を喉にと、そろそろ。そうだ、エイはあの戦いを経験したんだろ。だったらお兄さん、そうですね、あなたが家族を探していること、まさか、そ、オイラたちが、すみません、それにあなた、おそらく、そっか、エイにも同じ。最後の一杯、再び出会う。じゃあ引き続き痕跡を追いかけようぜ。ええ、事前の調査によれば次の魔物が最後の群れとなります。私と一緒に、これが運命です。先ほどと同じように私に任せてください。おいおい、本当に大丈夫なのか。オイラたちを脅かすなよ。大丈夫です、戦闘は。
やったへっへっはっへっひゅっへっはっふっへっはっさばきのいかづちへっはっふっふっさっはっへっせっやっ見切りましたへっはっへっやっはっ大丈夫か？平気です。私。なり。ふん。せん。やっはっ。ふん。はっ。さばきの雷。せん。せん。ふっ。せん。はっ。ふっ。せん。それに君たちは将軍様、我ら幕府武士必ずや将軍様を最後まで守り抜く野郎ども、かかれ。いけません、危険。これこそ我々の使命です、将軍様。それって、そうです。そして当時戦ってた人たちってこんな風に神の目。将軍様がどこへ行ったのか分からず、みんな絶望の淵に立たされておりました。将軍様が再び皆の前に姿を見せれば、この希望こそ。さあオイラたちも戦うぞ。おっと、わかった。将軍様をお守りしろ。ここにいてよ。頑張るよ。はっレバイトッよ、イエーグイ、デバンだよ。どうやら奴らの死、こんなにも激しい戦いを経験したのは初めてだ。ありがとうございます。俺問題ありません。見事な手際、感服いたしました。あれら魔物はここはすぐにでも将軍様にいな。それに将軍様の騎乗をめ。じゃあお前、我々はここにの仲間たちと。お任せください。将軍様は稲妻がいかなる脅威。感謝いたします。その約束が果たされる。将軍様のそのお言葉だけで、きっとあなた様と共に稲妻が失。浄土を開口せしは、浄土を開口せしは、永遠なる鳴る雷。消えちゃったぞ。彼らに対して人々の犠牲は、その結果何百年もの間彼らの意志、彼らに何を言っても意味はなく、たとえそうだとしても私は彼らに、今まで私を信じて疑わなかった人々に答えなければなり。おいだ思うんだけどさ、思いに応えてくれ、慰めてくれるのですね。ありが、先ほどの武士が言ったですが、たとえ私と誠が全く異なっていて永遠に彼女のようにはなれないとしても、ええ、人々にあが、あ、稲妻にはどれほど時間を費やす、獣域ハウンド原因の究明や、き、あ、じゃ、エイ、すごく落ち着いてるように。なんかエイって、お、どうしたんだ。どうしたんだよ、また具合が悪くなったのか。体が動きません。どうやら事態は私の思っていた以上に深刻なようです。いえ、彼女が私を呼んでいます。私の体を刺す、鳴神大社の下にある洞窟へ行きましょう。洞窟？そここそが過去を断ち切り未来へと進むための戦場で。
全部まとめたよ。受け取って。来ました。うわ、鳥居が現れた。また悪化したような気がします。ここはかつて、どうやら。どういうことだ。彼女って誰だよ。誠のことか。ついてきてください。ついていくってどこに。うわ、この場所って。おい、もう一人。またお会いしましたね。この身は内なる者の協力者。内なる者が規則から逸脱しようものなら、この身は修羅と化しましょう。この感じ、まさか。あなたは私、今の自分、それは新たな、それをあなたに答えるために、私たちはぶっ。先ほどの不調は、彼女が言ったように、ただ、意識、将軍は人形ですが、自我を持っています。必要な時に、ここに現れて、私と対決するのです。エイト将軍。私が将軍に必要がなければ。もう他に方法はないのか。手を出さなくても丸く収まるみたい。でもこの身は無常なる威厳を象徴し、一国を滑る権限を与えられ、ライデン将軍の一切を凝集したもの。当然のことながら、エイが前進する中、絶え間なく失われていく苦しみと永遠を目指す決心も受け継いでいます。これも全て魔王に対抗するため。決心、規則のみが。確かにそれが。同時に、私が超えなければ。あなたは私、私はあなたの過去であり、永久不変の規則であり、永遠の守護者。ならば私は、臣民に夢を与えし、ライデン、エイ。誇り高く臨然たる鬼の少女が、その鋭利な牙と爪を断ち切られました。たとえ血と汚れが洗い流されたとしても、あなたの刀が以前の輝きを取り戻すことは永遠にないでしょう。そこ隠れる術はありません。裁きの雷、無我の境地。空に舞う狐の王家は、やがて漆黒の雨へと変わりました。血脈が流れ続ける限り、時間の苦しみは終わりません。元通り回復した。見切りの世はまるで影なり、すなわち永遠なり。
よっ、下がりなさい。逃げ道はありません。裁きはすでに下りました。裁きの雷鳴光景、無力、無我の境地、やっ周囲の方へ、やっか、稲妻を包む神の雲の中に静かに消える。この先あのような人は永遠に二度と現れないでしょう。裁きの雷鳴、ヒュッ、やっ、ふっ、稲光、すなわち永遠なり、ヒュッ、逃げ道はありません。無力なり、ヒュッ、ストップ。この目で属性を見届けましょう。ヒュッ、さばきの雷鳴、ヒュッ、セーフ。遅い、万雷をもって葬り去りましょう。無我の境地、浄土、幻滅。やっとった。その武芸、お、しかしそのそんな。ここは意識、彼女は、よもや、それもありえなくはないでしょう。ですが私は、今の私の、これを乗り越えなく、これは私の責任です。たとえこの戦いが何ヶ月、何年、何世紀、どれだけ続こうと、何度でも私、500年前、そして今、そろそろ私も、彼らを信、はい、稲妻の果てし、私は稲妻、私のいない間、でも、私の言葉を伝えてください。オイラたち、ああすることですか。将軍の規則は変えられないって言ってたけど、でもそうだろう。しかもエイって、それに勝負にこだわりすぎて最初の気持ちが薄れでもしたらもう出てこない可能性だってある。おう、エイが中にいる時間を短縮する方法か、それか直接勝つ方、何が何でも、でも手伝うって言ってもまず中に入らないと、どうしたらいいんだ。そうだ、ミコがあの、ダメ、迷ってらっしゃるなら大臣様に打ち明けてみてはいかがでしょう。なんじゃその焦った、何時じゃからよかったものの、いい顔で、さっきのは上等句じゃ。ああ、そうだ、大変なんだよ。そうか、頑固で、じゃがあやつは今までずっとあんな風に焦っておるか。それでわらわが手伝え、とぼけてるんだよな、わざとからかってるんだよな。ほう、ずいぶんと賢くなったではないか。じゃが残念ながら今回のは本音じゃよ。ライデン誠の意識空間についてわらわはほとんど知らぬ。わらわが知って、それって完全にそういうわけでもない。空間そのものの性質にも違いがある。じゃがわらわの机上の、ともかくまずは、ダルカビ様、あの人が呼んでいられますよ。
方法はあるには。意識空間、言い換えれば理解しなくても乱流のように。だからこそ、まあいい。